森田さん、はい、YouTube の時間です。いやー、何、今回 M1 グランプリのシェフバージョンでシェフ版が開催されるということで、バーガーに革命を起こせというテーマで森田さんに革命バーガーを作っていただこうかな。40以上だから僕出れないんですよね。そうですね、今回もし森田さん一流のシェフがもし革命バーガーを考えるならということで、今回のこの動画を撮らせていただこうかなと。やってみよう、よろしくお願いします。イエイ。肉パターン。今回やるのはさ、はい、バーガーって言っても、まあ、素材めちゃくちゃ大事やから、え、こんなことできる料理人いる？薄さすごいですね。スライサーで切ったような薄さですよめちゃめちゃ綺麗です。ね、ザクザクと切ったイメージだ。いきます。で、これとこれでいく？焼く。スモークしてる感じ。そしてセゴリラ溶けてる、とろけてる、しずる感に、レタスいこう、玉ねぎいこう、すごいな感じ出たな。で、こう間抜いておくと、うん、な。どう？いきます。ええんちゃう？で、上がって、で、これ引いて、いただきます。